坂口幸男についてですね、坂口幸男は自分がちょうど新日本プロレスに入門してまだ15歳の時に、まだ彼が11とか、まあ、小学校、高学年ですねの頃で、やっぱりそんなに年が離れてないので、正直毎週日曜日になると一緒にこうつるんでその悪いことするわけじゃないんですけども、道場の中でそのちょっとこうプロレスみたいなことをやったりとか、あとはその近く多摩川ありますんで、多摩川に行って水に入ってその遊んでみたりとか、あとはそのちょっと自分だともうちょっとデビューした後は恥ずかしいので、原宿にですね、好きなアイドル その生写真を買いに行かせたりとかですね、そういったことをした一緒にした中ですね、まあ、そのアイドルというのは中山美穂さんなんですけども、中山美穂さん、当時のアイドル中山美穂さん の生写真を買いに行かせたりとかしてました。で、まあ、そういう中だったんですけども、その後まあ自分が UWB 行って、で、まあ、藤原組、パンクラスとか、まあ、新日本プロレスからどんどんその離れていってしまうんですけども、その間彼も、大学高校で柔道をやったりとかして、でやっぱりそのプロレスラーになりたいっていうことをお父さんである坂口誠二さんに伝えたらしいんですけど、大反対されて、でそれでもずっと柔道をやって、でまあいろんなことを経て、最終的にその格闘技ですね、総合格闘技の選手になって、でそのまあおそらくお父さんにはそれも やめてほしいと言われたと思うんですけども、まあ、それを振り切って今に至るという、いろんな多分人生があったと思うんですよね。でその中で今行き着いた場所がその今 DDT で、すごく伸び伸びとその試合してますんで、今ここでこのリングで彼と出会えたというのは本当にいいタイミングだったなと思いますね。自分もいろんなところを経験して、今ここで何ですかね、坂口幸男とすごくいい感じで会ってますんで、なんかお互いがお互いいろんなその、まあ、回り道ではないんですけども、いろんなことを経験して今があるっていう、なんかその重さというか、歴史のお互いの歴史の重さっていうのがちょうどこう絡み合った面白いタッグチームだと自分思ってますね。ですごく やりやすいですし、で、一回りぐらいちょうどこう自分と体格違うんで、タッグ その配分というか、そのどこで引いてどこで押すって、そういうのもすごく作りやすいパートナーだと思ってます。